はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、不妊で悩むあなたへというお話をさせていただければと思います。はい、私はですね、先週末ですね、東京にある分子整合医学美容食育協会の本部にてですね、プロフェッショナルファスティングマイスターのですね、検定とですね、講義を受けさせていただいておりました。はい、まあ、ファスティングマイスターのですね、検定の、まあ、一番上の検定になるんですけども、一級検定のですね、プロフェッショナルファスティングマイスターというものをですね、検定と講義を受けさせていただいておりました。はい、まあ、そこで検定の後にですね、特別講義としてですね、ナチュラルアートクリニックのですね、三河先生とですね、日本妊活協会のですね、中野先生の特別講義というものを受けさせていただいておりました。はい、ナチュラルアートクリニックの三河先生はですね、まあ、がん治療をですね、の最前線で戦われている、まあ、お医者さんになります。はい、三河先生が お話ししていて、まあ、一番印象的だったのはですね、まあ、病気はですね、お医者さんが治すものではありません。お医者さんは病気は治せませんということをおっしゃっていました。はい、病気を治すのは患者さんの体です、患者さん自身の体ですというふうにですね、お話ししていました。まあ、お医者さんは病気をコントロールすることはできても治すことはできない、治すことができるのは患者さんの体だけですというふうにですね、お話しされていました。まあ、そこでですね、やはりその栄養だったりとか食事、まあ、ファスティングの重要性をですね、お話しいただいたところです。はい、まあ、それに関しては本当にですね、たくさん、シェアさせていただける話があるんですけども、今日ですね、お話しさせていただけるのはその後のですね、日本妊活協会のですね、中野先生からいただいたお話だったんですけども、まあ、私もですね、やっぱりファスティングのサポートをさせていただいていて、まあ、妊娠がですね、不妊で悩まれている方の相談で結構受けるんですね。で、そこでやっぱりファスティングをしていただいて、結果ですね、妊娠につながれたケースっていうのがすごく、多いです。はい、たくさんあります。ただですね、それに対してもっと細かくですね、こう中野先生がやっぱりご説明いただいて、あ、だから妊娠できたのか、だからこの方は不妊だったのかっていうことがですね、すごく分かったんですね。はい、まあ、本当にたくさんありました。まずはやっぱり妊娠するということはですね、まず排卵が起こらなくてはいけないですし、排卵が起こった後、まあ、卵子と精子が出会わなきゃいけないですし、そこでやっぱり受精できるかどうかもそうですし、受精できた後にですね、分割、まあ、細胞分解が起こるのかどうか、でその後にちゃんと着床するのかどうかっていうところ、それぞれの場面でのやはりうまくいったのかうまくいかなかったのか、問題点、それに対する対処法っていうところが全然違うんですね。そういったところをご説明いただいてすごく勉強になりました。はい、でかつですね、やはり大きな問題っていうところをですね、私もですね、理解できました。要はですね、まあ、不妊治療っていうのはですね、まあ、日本ではですね、年間25万回件数があるそうです。でそれは世界でダントツ1位です。ダントツ1位なんですね。でそこで、まあ、成功件数、まあ、出生率っていうのはですね 6.2%、ダントツ最下位なんですね。はい、これはですね、本当に私もですね、知っているつもりで全然知らなかった、そこでやっぱりそこに問題をやっぱり感じていなかったっていうところなんですね。はい、このままいくと日本っていう国はどうなっちゃうのかなっていうことをですね、すごく感じました。中野先生もおっしゃってました。このままほっといたらこの国どうなると思いますかっていうこと、私たちができることってありますよね、なんとかしなくちゃいけませんよねっていうお話をですね、いただいて、私も本当にそうだなっていうふうに思いました。そこでですね、まあ、本当に女性の不妊プラス男性の不妊もそうですし、まあ、いろんな点でお話しいただいたんですけども、これからですね、まあ、少しずつそういったお話もしていければと思うんですけども、やっぱり私がですね、勉強していくことももちろん大事ですし、私がこうやって情報を発信することも大事ではあるんですけども、今日お伝えしたいのはですね、私の仲間の先生で、まあ、不妊専門でですね、情報発信をしている先生がいらっしゃるんですね。でその先生は鴨田先生という先生がいるんですけども、不妊でお悩みのあなたは、私のこの動画のですね、内容を見ていただく、これからの内容を見ていただくこともですね、もちろんいいとは思うんですけども、やはりそれに対して秀でている先生がいらっしゃるんですね。なのでですね、その先生の動画のですね、チャンネルを今回ご紹介させていただきましたので、ぜひですね、下にリンク貼っておきますので、ご覧になっていただければというふうに考えているんです。はい、私からの情報ももちろん見ていただいても構わないんですけども、もっとやはり専門的にですね、
こう細かくですね、正しい知識をですねこう配信している先生がいらっしゃいますので、ぜひですね不妊でお悩みのあなたはですね下にリンク貼っておきますので、鴨下先生のチャンネルも覗いていただければなというふうに考えています。やはりですね不妊治療っていうのは、まあ、精子と卵子をですねこう出会わせるっていうことに対してはですねもちろんできるんですけども、その精子と卵子の質っていうのがですねもともと悪ければやっぱりこう出会ったとしても受精しないですし、受精したとしてもこう分化しない、細胞分裂が起こらない、そしてかつですね女性の着床、女性の要は胎盤に着床するためにはどういうことをすればいいのかっていうところ、それぞれですねこうやるべきことが違うんですね。そういったところまでしっかり理解していただく必要があるっていうところですね、やっぱり今この場であなたにお伝えしたいんですね。なのでやはりまずは知識を持つことです。はい、今ですね自分の卵子の状態、精子の状態が悪かったとしても体っていうのはですね細胞っていうのは入れ替わります。細胞を入れ替わらせるためにはどういうことをすればいいのか、そしてしっかりですね細胞を入れ替わらせることができればしっかり精子と卵子がそのタイミングで出会えばですねしっかり受精してしっかり細胞分裂が起こって、そして着床してですね、まあ、妊娠してこう出産という形になりますので、そういったですね正しいですねプロセスというものを学んでいただいて、最後にですね、まあ、幸せなですね瞬間を迎えていただければなというふうには考えています。はい、そこでですねなので不妊でお悩みのあなたはですね私の情報だけじゃなく、もっと専門的な、細かいですね正しい知識を身につけていただければと思いますので、鴨下先生のチャンネルですぜひですね覗いていただければと思います。はい、もしですねご質問とあれば下にホームページのリンクも貼っておきますのでご質問ください。またですね今後も健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひですね YouTube チャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですねこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。